さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。夜も静まり返ってきましたな。いいことしましたな。まことさん。泊まっていってもいいですか？おお、いい時間だろうからな。やった！ありがとうございます。ちょっとだけいいですか？ここにいてもひよちゃんたちとゲームするのは疲れちゃって。なるほど。いい子だな、本当に。今夜は過ごしやすいですね。思ったより涼しいですね。あ、ビールですか？いいです、いいです。お酒の味なんてわからないお子様なので。ビールはまあダメな人はダメだよな。じゃあなんで飲んでるんですか？酔いたいから？形から入るやつだ。何ですかそれ。タバコとかもそうだよね。変なの。あ、いいです、いいです。私全然役に立てませんでしたし。そういうわけにもいかんだろう。私じゃなくて葵ちゃんにお給料出しましょう。やっぱりいいです。謙虚すぎるぞ。遠慮とかじゃなくて、なんだか抵抗があって、今日の私本当についていただけだったから。せっかく助手にさせてもらったのに頼りないな私。そんなことね。こんなこと言えるわけねえ。力？何にもないですよ。ああ、でもあれ、なんとなくそうかなって程度だし。ただの偶然かも。なんだか自信ついてきた。あ、はい。やった、頼られちゃった。かわいいじゃない。ありがとうございます。うまく言えないですけど、会ったばっかりで得体の知れない私をこうやって信用してくれて、一緒にお仕事をさせてくれてありがとうございます。みんなといるのとっても楽しいです。家族って感じがします。誠さんがお兄ちゃんで、葵ちゃんたちが妹で、お父さんとお母さんはいないけど理想の家族です。こういうの飢えてて、だからいいなって。嬉しいな。いいですよ、恥ずかしい。さすがにそこまで迷惑かけるわけには。でも嬉しいな。急にこんなこと言われても困っちゃうかもですけど、うちお父さんとお母さんあんまり家にいなくて、仕事で忙しいんです。だからご飯はいつも小太郎と二人でした。ああ。
本人主義って言うんですか。特に構ってもらったこともなくて、一回心配してほしくて家出したんです。2日だけ。そんなことしたんだ。でも帰ってみたら、両親は私が家出したって気づいてませんでした。何にも変わってなくて、うちはずっとそんな感じで。悲しいな。小太郎がいなくなっちゃってどうしようって思ってたけど、みんなのおかげでやっと家族を知ることができた気がします。誠さん、本当に私を受け入れてくれてありがとう。え？もう頑張って話したのになんで茶化すんですか、この酔っ払い。俺だって本当にね。あ、もう意地悪なこと言わないでくださいね。私に悩みを話しても。金遣いなんです。まあ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 。お金の管理はフヨちゃんがいいと思います。しっかりしてるので。あの子なら大丈夫だな。うん。まことラブだからな。でしょう。はい。いがったいがった。さてと、うん、おお、結構そういうのは頻繁にあるのかな。うん。はい、冷えておりますよ。あ、私が。私が。わお。圧が。ああ。今でお待ちくださいませ、すぐにご用意いたします。尽くすタイプなんですね。私が。怖い。どうした。モンハン疲れ。変なことに気づいたんです。ん？だって高速で出かけるときは制服でって。真面目すぎるだろ。真面目ですよ。それはどうだっていいんです。今日は何日ですか。そうです、もう8月が。
夏休みが終わってしまうんです。あ、宿題はやってそうだけど、うん、辛いよね。でもあ、なんだか余裕そう。どうぞ、誠様。そろそろお出かけになる時間でしょうか。10分ぐらい。ああ、そうでした。あずささんと会うんですよね。私も行きます。なんでですか。ん、それじゃ納得できないですよ。助手ですよ、私、助手。ふふ、説明を要求します。待ち合わせ場所が喫茶店だからですよね。あの女性が勤めていらっしゃる。あーあーあーあああ、さすがです。わあ、わかりやすい顔してる。そりゃ食いつきますよ、気になりますもん。あの人誰なのかなって。あ、嘘でも食いつかないって言えばよかった。もしかして伏見様の用事が終わった後、あの方と合い引きでも。では待ち合わせ場所を変えればよろしいのに。うん、あー、かけ直せばいいのに。怪しい、怪しいですね。君たち諦めてください。女の子はこういう話が。それくらいにしておいたら。うざくて寝らんない。あらあら、葵姉さんは気にならないの。誠様に女性の影が。気にならない。ご主人もあの女の人のこと苦手みたいだし。そうなの。え、そうなんですか。もしかして葵姉さん知ってるの、二人の関係。知らないし、どうでもいい。働くんですよね、女の勘が。あんまりしつこくしてるとご主人に嫌われるよ。私たちはご主人の召使いであって、恋人でも奥さんでもない。姉さんが正論を。辛そう。わあ、芙蓉ちゃんがぐぬぬってしてるところ初めて見た。やっぱり葵ちゃんお姉ちゃんなんだね。たまにまに。ああ、そっかそっか。いい子やん。本当に一人で行っちゃうんですか。私助手なのに。うん、あー、確かにずずしですね。納得しました。お帰りはいつ頃になりそうですか。うん、いってらっしゃい。お気をつけて。もてもてですな。ご主人、わかってる。そうじゃなくて。うん、それだけ。え、ご褒美ですか。私に秘密を握られていると。ちゃんと
理解した方がいい。バラされたくなかったらホットサンドを買ってこい。欲しいものはどんな手を使っても手に入れろとピオ様が。うん、よろしく。ご主人大好き。おひゃひゃひゃ。眠う。ついつい熱中してしもうたわ。お、まこと出かけるのか。この人たちゲーム好きだな本当に。俺が言うあれでもねえけど。なんじゃその目は。おい、待たんか。なんじゃムカつく。おい、おい。さてさて。いらっしゃいませ。でかい。空いてるお席に。また綺麗な女の人。あの人も。こいついつも女と会ってるなって思われてんだろうね。なんか悪いことしたと思われたのかな。時間ぴったり。もうお昼食べた？そっか、私もがっつり食べちゃっていい？実はまだでさ。チラッと考えたんだけどね。笑わない？ん？ダイエット？イオちゃんのことが軽くトラウマでしてね。ああ、そっちか。やりすぎたな。あれ、ちょっと選択肢で止めたらあれだったのかな。いや、変わんねえか。ご注文決まりましたらお呼びください。今頼んじゃっていいですか？あ、はい。オムライス。誠くんは？何も食べなくていい？おごるよ。じゃあ以上で。はい、オムライスとアイスティーですね。少々お待ちくださいませ。よし、待ってる間に本題に入ろうか。どうでした？新たな依頼がございます。ほう。解決したはず。多分他の課に取られちゃってさ。聞き込みとか裏付けとか全部私がやったのに、13課はオカルト事件だけ担当してろって。くぅ。ああ、うちの課って鼻つまみ者なんだって再確認しちゃって、へこむ。そりゃかわいそうだな。だよね、知ってた。それでね、誠くん、今回の依頼だけど、もしかしたら結構やばいかも。悪霊ってやつが登場する可能性大。さて。夜に出るみたい。今回はね、と言っても誠くんみたいにはっきり見える人はうちの課にはいなくて、ぼんやりとではあるけど確認したが
た性格かな。うん、でも気をつけて。普段チャランポランな課長なんだけど、妙に緊張してた。現地に確認に行った先輩も何か知ってるみたいなんだけど、話そうとしなくて。相当厄介みたい。依頼しておいてなんだけど、手に負えなかったら逃げていいから、自分たちの安全を第一に考えてね。そんなレベルなんだ。死人とか出ちゃってんのかな。今回も頼りにしてるよ、霊能探偵。霊能探偵？間が悪いな。お、早い。オムライスこっちです。はい。あとアイスティーです。ご注文は以上でよろしいですか？はい、ごゆっくりどうぞ。いやー、なんかどんどんあれだな、疑惑が増えてくの。さっきからこっちを気にしてるなーとは思ってたんだけど、もしかして知り合い？あっちゃん、うかつだったね。まことくん、これから変な目で見られちゃうね。普通本気にしないでしょう、霊能探偵なんて。わお、そりゃ大変。いただきます。おごるんだから許してよ。何でも頼んでいいよ。どうぞどうぞ、遠慮しないで。ナポリタン。2つも頼んだ。ずうずうしい。いや、おごりますけれども。あ、うん、オムライスうまっ。まことくんも食べる？いいお姉さんだな。あ、そう。じゃああげない。いいね、ここおいしい。お気に入りに登録です。いいじゃない。じゃあね、あとはよろしく。内容は教えてくれなかったな。どういう感じの。あ、教えてくれたのか。はしょられてるだけか。まことくん、ホットサンド、ホットサンド。おやおや、テーブルに持っていけばよかった。くせね。まことくん、大丈夫？なんかに巻き込んでまれてると思ってんの？だってその警察の人と霊能探偵とか言ってたし、だからその、もしかして変なことに巻き込まれてないかなって。どうやってごまかすんだろう。なんだか謝ってたみたいだし、もしかしてその逮捕とかされちゃった？なんか詐欺とかと勘違いされてんのかな。あ、そうじゃなくて、誠くんに限ってって思ったんだけど。逆？難しいな。
霊能探偵？ああ探偵さん？誠くんが？ダメかな。ほう、こんなことも。話を聞いてみ、無限に断るのも良くないだろう。え、いいの？うん。ありがとう。すっごく嬉しい。うん。あのね、友達の話なんだけど。一時期家庭教師してたことずっと連絡取ってたんだけど、最近は音信不通になっちゃったみたいで、どうしたのかなってすごく心配してるの。探してあげることできないかな。そうなんだけど、成績が上がらなくてほとんどクビ同然だったから、家に行くのはって。ああかな。やっぱりダメかな、こんな依頼。あ、そうだ、代金はちゃんと払うね。誠くんプロの探偵さんだもんね。あ、じゃあ。うん。ありがとう。友達に伝えておくね。よかったよかった。じゃあ、メールアドレスって変わっちゃった？わかった。すぐに連絡するね。じゃあ、ごめんね。仕事に戻るね。またね。よいよい、かわいいじゃない。人探し、依頼が増えてしまった。ああ、というわけで切りが良いので切りますかね。うん、雰囲気出てますな。